デレメルビーリゼイコスデルモンド1496東方見聞録はマルコ・ポーロがアジア諸国で見聞した内容の口述をルスティケロ・ダピサが再録編纂した旅行記である。マルコもルスティケロもイタリア人であるが本書は古フランス語で再録された。現代は不明である。日本においては一般的に東方見聞録という名で知られているが他国では 世界の記述、脅威の書とも呼ばれる。また、写本名では、イル・ミリオーネというタイトルが有名である。諸説あるが、マルコ・ポーロが帰国後100万長者になった、あるいはアジアで見たものの数をしばしば、100万と表現したことでついたあだ名からとも、100万の嘘が書かれているからとも、マルコ・ポーロの姓イミリネに由来するとも言う。英語圏やスペイン語圏、中国語圏などでは、 マルコポーロ旅行記の名でも知られる。日本語の東方見文録という役題は明治期の中学東洋史教科書の記載に始まるもので、署名としては1914年に刊行された赤木総書版で初めて用いられている。これ以前の1912年に刊行された白文館版ではマルコポロ機行という題名が用いられていた。1271年にマルコは 七ニコロとおじ、マッフェオに同伴する形で旅行へ出発した。ペルシャからパミール高原、ゴビ砂漠を越え、1275年に上都で、フビライファンに拝越。ファンに徴用され、元の各地に施設として派遣されるなど、見聞を深める、こととなる。そして1292年に船で、泉州を立ち、セイロン、アラビア海を経て、1295年に三人で、 ベネツィアに戻るという、実に、四半世紀にわたる大旅行となった。1295年に始まったピサと、ジェノバ共和国との戦いのうち、1298年のメロリアの戦いで捕虜となったルスティケロと同じ牢獄に、いた縁で知り合い、この書を口述したという。旅行ルートイルミリオーネ東方見文録は4冊の本からなり、以下のような内容が記述されている。 日本ではヨーロッパに日本のことを黄金の国ジパングとして紹介したという点で特によく知られている。しかし実際はマルコポーロは日本には訪れておらず中国で聞いた噂話として収録されている。東方見聞録によるとジパングは固いと書かれているものもあるの東の海上線五百マイルに浮かぶ独立した島国で莫大な金を算出し、 宮殿や民家は、黄金でできているなど、財宝に溢れている。また、ジパングには、偶像を崇拝する者と、そうでない者とがおり、外見が良いこと、また、礼に正しく穏やかであること、葬儀は仮想か土葬であり、仮想の際には、死者の口の中に真珠を置いて弔う習慣がある。といった記述がある。莫大な金を算出しというのは、遣隋使以降日本の中国施設は、 その滞在費用として、砂金を持ってきたこと、宮殿や民家は黄金でできているというのは、中村寺根寺起動の様子が誇張されて、中国に伝わったこと等を確に、日本の黄金伝説が形成されたのではないかという仮説も提示されている。ジャワ島については、花肌裕福な島であり、古生、夏目具、ョ行、バ生、万コ根、クベバ、クローブなど、 世界中の香料がここで生産され、極めて多くの船舶と商人がこの島を目指し、大量の商品を仕入れて、距離を得ていると述べられている。スマトラ島については、キャラ、干渉、その他、ヨーロッパまではもたらされない、高価な香料を生産しており、北西部に位置するランブリ王国については、小農、その他の香料を豊富に生産していると述べられている。インドについては、 胡椒、シナモン、生姜、また、ボンベイの近くで生産されていたとされる、褐色の香木への言及があり、アラビア商人と中国商人とが盛んな取引を見せる、前はある沿岸地帯随一のコイラム港の解説がある。このあたりは、ブラジル総材、インディゴ、胡椒の生産地であり、胡椒機の栽培法、インディゴの凝縮法が詳しく述べられている。 当時のインドに存在していたとされるメリバール王国については胡椒、生姜を大量に産出し、シナモンその他の香料も豊富で医薬品の材料になったツルペスやインド産各種のナッツ類も出回っており、世界に類を見ない国上品である、様々なアーザブ、他にも貴重な物資が溢れていると述べられている。このような記述は、マルコ・ポーロがこうした東洋との交易における、 最も貴重な物質についての知識を蓄えていたことを示していると考えられる。上洋の戦いに参加したとの記述があるが、マルコ・ポーロが到着したとされる2年前に戦いは終わっている。また、中国側の文献には、マルコ・ポーロと思われる人物の記録は見当たらない。中国国内において興味が惹かれるであろう、建造物や、 日常生活に関する事象についても沈黙している部分が多い。例えば、万里の長城の記述、若い娘の足を固く縛る転足、迂回の量の話、印刷術や中国の文字、中国茶、茶店の話が全く述べられておらず、儒教や道教についてのコメントもない。しかし、道教については、先生という故障で道教の修道像の話が短いながら述べられている。 これは、マルコ・ポーロが、実際には中国へ赴いていなかったのではないかという、理由が考えられる。宝貝の媒家が、雲南で使われていたと語っており、媒家のレートは、80個イコールギン1サジュで、80個単位で、紐でまとめられていた。原子や元天章など、他の文献でも、雲南の媒家についての記述があり、整合性はある。当時のヨーロッパの人々からすると、 マルコ・ポーロの言っていた内容はにわかに信じがたく、彼は嘘つき呼ばわりされたのであるが、その後多くの言語に翻訳され、著者本として世に広まっていく。後の大航海時代に大きな影響を与え、またアジアに関する貴重な資料として重宝された。探検家のクリストファー・コロンブスも、1483年から1485年頃に出版された一冊を持っており、 書き込みは計366箇所にもわたっており、このことからアジアの富に多大な興味があったと考えられている。素本となる系統本は早くから散逸し、各地に断片的写本として留付しており、完全な形で残っていない。こうした写本は現在138種が確認されている。本書は違本が多いことで知られる。 現存する写本は七つの系統に対別され、さらに二グループにまとめられている。その関係は以下のように整理されている1300年頃、マルコ・ポーロが本書で、モンゴル帝国を紹介したように、イブン・バトゥータや、ルイ・コンサレスで比べほも、東方の情報を伝えた。1355年には、イブン・バトゥータの口実を、イブンジュザイが筆記した、諸都市の新規さと旅の脅威に関する、 観察者たちへの贈り物でマリーン町に、ジョチウルストゥグルク町サムドラパサイ王国、シュリービジャヤ王国、マジャパヒト王国、元を紹介した。イブンバトゥータの翻訳がヨーロッパにもたらされたのは19世紀になってからである。1406年には、ルイ・ゴンサレスでクラビホが、ティムール気候で、モンゴル帝国の後継国家の一つ、ティムール朝を紹介した。しかし、 1396年に十字軍とオスマン、帝国の間で行われたニコポリスの戦いの影響から同じイスラム国家であるティムールに対するヨーロッパ社会の反応は冷めたもので、東方圏文録に対するような熱狂は起こらなかった。この後も東方圏文録こそが大航海時代の探検家にとってアジアを目指す原動力として機能し、コロンブスコルテス。 マゼランらがヨーロッパの白人世界に富をもたらすことになった。16世紀初頭にはポルトガル人トメピレスがマラッカに滞在していた時に見分した情報をまとめた東方諸国記を表した映画テレビドラマアニメ。ありがとうございます。